若見ありさは、日本のアニメーション作家。熊本県八代市出身。東京都在住。日本アニメーション協会理事。国際アニメーションフィルム協会会員。日本映像学会会員。日本アニメーション学会会員。東京造形大学特任教授。女子美術大学講師。主にコマ取りという手法で、サンドアニメーションを得意とするが、 赤ちゃんを駒取りするなど様々な素材でアニメーションを作っており、ストップモーション全般で制作している。アニメーション作品が国内外の映画祭で上映、受賞しており、2015年に制作したバースから紡ぐ命が、エイブンレンアード優秀企画賞、西東京市民映画祭グランプリ、宮城、仙台アニメーショングランプリ、 ロサンゼルスドキュメンタリー FLLM フェスティバル2016、ベスト監督賞など数多くの賞を受賞。2017年には、バース第2弾、バースから踊る命が完成し、英文連アワード2017部門優秀賞と、愛称、個人賞の W 受賞。2020年に、バース第3弾、バースから巡る命も完成し、福井映画祭アニメーション部門グランプリ、 第2回石垣島、湘南国際ドキュメンタリー映画祭グランプリ、愛知国際女性映画祭2020アニメーション、部門観客賞、毎日映画コンクールアニメーション映画賞、大藤信夫賞ノミネートされ、話題になった。2020年1月公開の坂上香織、監督作品長編ドキュメンタリー映画、プリズンサークルアニメーションパートの監督として参加し、2020年度、 文化庁映画賞、文化記録映画部門、文化記録映画大賞を受賞。刑務所内部を撮影される映像の中に、受刑者の過去や心象風景を描いた砂絵によるアニメーションが高く評価された。ありがとうございます。